どうもショップです。今回も動画をご覧いただきありがとうございます。はい、2018年もそろそろ本当に終わりに差し掛かってきています。はい、で他の方がまあいろいろやっている企画をちょっと丸パクリさせていただく形で、はい、今回も僕が2018年に買ってよかったものっていうのをシェアさせていただきます。で、僕は他の人から比べたらそんなにものは多くないかなっていうか少ない方だと思ってます。まあって言っても2018年の初めの頃から比べたら部屋の様子ってだいぶ変わってるのかなっていうふうに思いますので、まあそれなりに物は入れてるなと思います。で、僕はその環境を変化させていく上で2018年はミニマリズムだったりヒュッケだったり、まあ基本的にこう仕事に集中しやすい環境っていうのを作っていったんですけども、そういう観点で買って良かったものっていうのをシェアさせてもらいます。まず一つ目はこちらです。歌丸っていう家中お掃除これ一本っていうこの歌丸クリーナー、これは僕めちゃくちゃ便利だなって思いました。今まではキッチンはキッチン用、トイレはトイレ用、玄関は玄関用、窓は窓用みたいな感じでそれぞれの洗剤を買っていたんですけども、これ一本あればもう大丈夫っていうぐらい何でも汚れが落ちます。2018年はこれ1本でお掃除できましたし、2019年もこれ1本で家の中をお掃除していこうって思えるぐらい買ってよかったなって思いました。2つ目に買ってよかったものはこちらでございます。パナソニックさんから出ている ERGN50 っていう鼻毛カッターみたいな、こうやってオンにしてほらこうやるんですけど、これ買うまでは僕は鼻毛ちょっと出てたらその出てた部分をそのハサミでこうペペって切っていたんですけども、やっぱすぐ伸びてすぐ出ちゃいますしスッキリはしなかったんですね。なので鼻毛買ったらいいのないかなって探したんですけど、でこれのいいところって、まあ、もちろんこうやって鼻毛ウィーンってやってて全然痛くないですし、その先端こうやって垂直に当てたとしてもそこ切れるんです。でなのでどういうことができるかっていうと、鼻毛だけじゃなくてこういう眉もこうやってウィーンって整えることができるんですよ。そうで、それまで僕はこうピンセットで抜いたりとか、あとこういったものでこうやってチェッチェッチェッって整えたりしてたんですけども、これを使ってこうウィーンってやるようになってからめちゃくちゃ時間短縮になりましたし、ビジネスマンとしてこう鼻毛が出てたら相手を不快にさせてしまいますから、なのでこれを買ったわけなんですけども、それだけじゃなくてこう眉だったりとかいろんなところも整えられるので、2019年は毎日とはいかないですけどかなりヘビロテするなっていうのも確定しているので、これ本当に買ってよかったなと思います。ここまで紹介したものっていうのはその僕が取り入れたことによってめちゃくちゃ効率よくなったな、シンプルになったな、すっきりやりやすくなったなっていう感じです。最後に紹介したいものはその効率的とか非効率とかそういうものは関係なく買ってよかったなっていう感じですね。はい、それを紹介したいと思います。で、それは何かっていうとこちらの観葉植物です。左にあるのがパキラっていう植物で、右にあるのがフィロデンドロンっていう観葉植物です。で、これ正直別に僕は必要ないなっていうふうに思ってました。なんですけど、ある日視聴者の人から動画にいただいたコメントで観葉植物を置くといいですよみたいな感じでアドバイスをいただきまして、で、あ、僕もそれいいなと思ってちょっと買ってみたんですよ。初めこのフィロデンドロンってやつを買ってみたんですけど、そしたらめちゃくちゃリラックスできたんです。アロマを嗅いだ時のような、あ、リラックスするっていう感じではないんですけど、仕事をパタパタってして、あ、終わったってなった時にこれパッと見るとなんかすごい癒されるんですよ。これはその効率非効率とか関係なく置いたことによって家の中が明るくなりましたし、リラックスできる空間になりましたし、それでさらに仕事にも集中できるようになったので、これは買ってよかったなと思いました。あとこれは僕番外編なんですけど、僕は仕事環境ブラッシュアップっていうことでこのモニターを置いて、キーボードとマウスを使ってこのクラムシェルモードっていうのを、まあ、そういう環境をちょっと構築してみたんですよ。って言ってもまあそんなシンプルなやつなんですけど、そうで、これやってから外に出てカフェでノマドっていうことをすることがなくなったんですよ。もう家で作業したい、家に帰って作業したいっていうふうに思えるようになったので、そう、まあ、ライフスタイルが変わったっていう意味ではこのクラムシェルモードの環境っていうのは買ってよかったなと思います。あ、ちなみにこのモニターはもらい物です。
はい、という感じでやってきましたけども、いかがだったでしょうか。まあ、僕がこの自分のチャンネルのその前の動画を見返していても、やっぱりこうミニマリズムだったりヒュッケだったりは仕事に集中して取り組める環境づくりの手段の一つだよっていうことをずっと言っていて、そこはブレてないんだなっていうのが分かりました。で、その仕事に集中して仕事で結果を出すための環境づくりとして、まあ、クラムシルモードだったりヒュッケなあの観葉植物を置いたりとか、うん、そういうことをやっていますので、なので2019年も物はいっぱい買うと思います。まあ、おしゃれも大事だと思うんですよ。僕その美的センスっていうのはあんまないわけなので、おしゃれももちろんこだわっていきたいですし、持っていて気持ちいい、見ていて気持ちいいものだけに囲まれたいと思いますので、それはこれからももちろん試行錯誤しながら、まだまだ完璧じゃないんでね、試行錯誤しながらこれからもやっていこうと思います。という感じで今回は2018年買って良かったもの3つ、あとプラス1個番外編でシェアさせていただきました。はい、ということで今回も動画をご覧いただきありがとうございました。